しょ、今ケツ緑色になってるぜ。え、ああ本当に今さ、猿のケツみたいな感じになってるぜ。嘘でしょ。ああ本当に今緑だぜ。え、俺は臭いわ。色色色色AJ ユナイテッドバナナキング対決。バナナってさ、うめえよな。うほ、ということでね、あのモンキーの方です。チンパンジーです。はじめまして。ということで今回は皆さん、スーパーサッカーってご存知だと思います。 YouTube のチャンネルの方ちょっとリンク載っけとくんですけど、スーパーサッカーの企画でバナナキングっていうのが昔からやっております、うん、ブッフバルト監督が当時浦和の革靴でチャレンジしたりと名コーナーでして、あれをいつかやりたいと思ったんですけど、バナナキングのあのバナナ今日あるご用意しました。あちらなんですけど、あれの正体、フットサルゴールです。誰しもが分かってたよ。あそこの黄色い点が打ってあると思うんですよ。1メートルずつ右側にこう、ありまして、あのゴールをどん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 ね、クリアしたら右にずらしていくという感じでチャレンジをしていきたいなと思います。ちょ、一番右鬼じゃねえ。いや鬼です、マジで鬼で。ルールとしてはゴールのポストよりも右側を蹴ってもらって、はい、ゴールに入れば OK で、蹴る場所はここです。この地点だったらもう右側ガラ空きだから全然いけると思うんですよ。そうね、3球ずつチャレンジをしてクリアしたら次のメートルへ進んでいけるという感じになります。わかりました。で、バナナキングといえばカーブシュート、カーブシュートといえばキッカーボールということで、もし3球で失敗したらそこからキッカーボールのチャンスもあります。おー、なるほど、はい、はいはいはい。なので例えばもうこの時点で先輩がもう3球ミスっちゃいました、普通のボールで、この時点で。そしたらキッカーボールに変わります。で、キッカーボールでも3球蹴ってもらってクリアしたら次のとこからもうずっとキッカーボールで、でキッカーボールも消費したら終了という感じで。俺マジでここの時点でだけはないようにするわ。で、はい、まあ、スーパーサッカーの企画的にノーバウンドで入らなければいけないという。わかりました、はい、ということでバナナキング対決チャレンジスタート。バナナさあ、ということで、はい、これからね、チャレンジをしていくんですけども、先行後攻、決めましょうか、うん、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、グーです。3球でいいか、5球にしない、5球に。あ、5でもいいよ。5にします。1球目。いや、ここはもういけちゃうでしょ。ちょっと風いいかな。いきます。はい。このバナナ結構えぐいっすね。これちょっと難しいわ。いや、ちょっと怖いな。3いきます。ちょっともう普通に枠入れることをまず考え。5 6。あ、ノーバウンドで入らなければいけないという。あぶね、よかった。動かします か, ますか。オッケー、うい、すごいよ、全然角度違う。いやす、さあバナナ王の称号はどちらが手にするのか。3球目、はい。あ、うまい。あ、うまい。あ、うまい。よし、これは綺麗。1球目。うわー、マジか。止まって、うんこしてる。オッケー、来た。あー、2球目かな。あー、低いわ。俺のグランダーパスが。3球目いきます。ちょっと待って。ねえ、
うだ。先輩、今思った、そのボールで起きないってことはキッカーボールマジ置けん。確かにこれ蹴る時間より置く時間の方が長いもん。どうなってんだ、これどうすか、これ。あ、ありがとう。5球目やっちゃった。キッカーボールあります。お、来た、行きます。やべえこれ。そして一番めんどくさいやつじゃん。わって。2球目いきます。軽くでいいわ。お、来た、お、お、来た、よし、オッケー。ずらしますか。オッケー。続いて2メートル、これ入れる場所ある？いきます。うわ、2球目。はい、ね、なんかめっちゃ綺麗に止めない、ボール。友達なんでね。すごいな。あー、ちょっと、あれ、はい、どけてた。しょうがねえな。立ち位置いきます。はい。あー、全然ダメ。4球目だ。おー、ありがとう、行くよ。どいてね、本当に危ない。どくとダメなんだよな。いやー、オッケー、来た、行きます。これどう？ゴールのポストよりも右側を蹴ってもらって、はい、ゴールに入れば OK。 3球目、よし、 OK、 行くよ。はい、あ、来た、あ、来た、あー、くしー。ちょっと待って、俺記録。お疲れ様でした。この辺来たら結構変わるぜ。いや、そうだよ。あ、そうだ。風を味方につければこっちのもんよ。風を敵にしてしまったわ。ダメだよ、そんなことじゃ。いやっす。くっそ。うわ、風強えな。お。いた。わ、今の一バナナ当たったからいいか。立ちバナナってラジ。お。あ、いやっす。あ、キッカーボール、いやっす。はい、お、うわ、スフィンクススタイルで守るから、はい、スフィンクスと言って。わかりました。こんなフィールドど真ん中で目標のポーズやめてもらっていいですか。スフィンクスだって。いやっす。はい、いやっす。もう行く。いや、飛びすぎ。いきます。はい、おお、ここだな。うわ、無理これ、やばい。行くよ。はい。いや、お、うま、あ、無理だ、帰ってったわ。はい、あ、ちょっと、すげえ、ねえ、帰って言ってるから。やばくない？マイナスいったんだけど。飛距離な、スーパーエンジェルパスじゃん。エンジェルエレベーターパス、きついね。はい、うわ、惜しい。はい、ということで、皆さんもですね、はい、ぜひバナナキングチャレンジしてみてください。はい、どうですか今日感想は。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。せよ。